あなた方虫医者さんの貢献には心から感謝しております。それにしても私は疑問だったのですが、命の危険を落としてまで、どうしてあなた方はそんなにも虫を守ろうとするのですか我々の行動は昆虫基本法と昆虫医療倫理の4原則の理念にのっとります。と余裕を感じながらも気払いは即答した。彼はそして昆虫基本法と昆虫医療倫理の4原則をそらんじてみせた。昆虫基本法。 第 n-1 条、人間は昆虫に危害を加えてはならない。またその危険を感化することによって、昆虫に危害を及ぼしてはならない。第 n 条、人間は昆虫の複雑な社会性に従属しなければならない。ただし与えられた社会性が第 n-1 条に反する場合は、この限りではない。第 n プラス1条、人間は前傾第 n-1 条及び第 n 条に反する恐れのない限り、昆虫を守り支えなければならない。 昆虫医療倫理の四原則、漢虫の自立性の尊重、respectful autonomy of insect patient、無殺虫、Non-insecticides 善行、beneficence、正義、justice。だから、私は正義と善行からあなたたちを助けたんですよ。ご長だから命を大事に生きてください。そう切り払いを続け、北西むのだった。しかし、そう思う切り払いの内心では、 密かに内戦してもいた。正義と善行なんて冗談のような記さえしていた真に意味のあるものは愛だけだと思っていたのである霧原や辰巳湯河地方の昆虫研究所にいた頃書庫でこんな詩を読んだことがあったセクロピン B の OROS 錠剤をほふり経由なる岐阜町の細菌性消化器病を治療したりぬ一族勢い盛んなれどもシデムシへの恋の病ついぞ消えず 身をわきまえずに土を食らう者と恋をしてままならぬ身だわ。その一滴の涙、カーンオイルの歯をうがち、歯を食わずして一つの穴となりぬ。地の底からシデムシはその穴を通り空を見上げ、世界の底の深さを知りにいにける。かつてかの腸のバキロウイルスで作った組み換えタンパクワクチンを受け、大自然の病から中止した恩返しに直した医者は、今度はその自然の不可思議さに目まいするのであった。 昆虫学者であるギフチョウの研究者イブ・タウガイ・ジャクショウが「シュエデン国文学史」という学位論文の中で世論した詩だったギフチョウはかつてニシキチョウと呼ばれておりこの詩ではニシキチョウにギフチョウの読みを当てはめるという高度な技法を用いているそのギフチョウの植生はカーンオイの葉でこの詩ではそのことを前提にギフチョウに感染した細菌性小学病をセクロピン B という昆虫の抗生物質で治療した過去の実験と この虫のバキロウイルスによるワクチンによる治療への恩返しに治療したことが語られている。その詩は神なき世界に虫を神たる者として崇め立て祭り、その命を極限まで流れようとするもので、現実の虫医者の技術にもその神話的な世界が現れているのだった。この本の中では、アクタラクシア島をはじめとする地名の名前の由来についても触れられていて、これらの地名や島の名前は、 日本語の不慣れなシュエデイン国民によってつけられた漢字とひらがなとカタカナによる名前がそのまま定着したものとみられている例えばアクタラクシアという島の名前はアタラクシアプラスクイコールアクタラクシアイコールアクタラクシアで心の平静不動な状態に句が付け加わり平静不動ではない活発な様を表しているというそれはさておいて玄関の神棚には その時の詩の出来事を記念に作られたギフチョの標本が飾ってあるのだった。だからその詩を思い出したおかげで、キリバラは自分の虫術に少し自信がついたような気がした。キリバは自分の心にギフチョの標本と過去の虫医者の伝統によるアタラクシアをもたらしたのである。神棚のお酒はおみきじゃなくて、と中華ゅうかそう酒でいいかとキリバラは言った。ええ、そう言うと思って、もうと中華ゅうかそう酒を入れておきましたよ。そう春樹は返事した。見ると、 の,木の神棚に、刀中火葬酒の注がれた手記が輝いていたのだった。杯台の上に、レモン色の刀中火葬酒が照り輝いて、神々しい壮行な感じを出している。それを見た霧払いは、深くなずいて窓辺を出た。岩岬に沈む高気立つ金峰華のような、かび終霊なる陽光が、霧払いの顔を一瞬ほてらせた。その強い日の光の中で彩られた少々の結界の中で、 田口さんは一人になった喜びをかみしめてはじけるレモンのように笑っていたのだったその空の紹介の中をキリバラたちが直したあまたの虫たちが飛行していたもうどこまでも大きく座ってあまりにも栄養を取りすぎたために1 0ルを超える巨体になった砂漠飛びバッタやかつて希少種とされたが繁殖に成功して膨大な個体数となったギフチョウの群れや太古に絶滅したはずだがキリバイたちによって脱絶滅したメガネウラやら その他大勢の昆虫たちが飛翔していた。星は回っている。こんな不思議な空の中で。